黒尖りザメ、黒尖りザメ、黒尖りザメは、メジロザメ属に属するサメの一種。全世界の熱帯の外洋域で見られ、最も個体数の多い外洋性サメの一つである。深度50メートルまでの表層を高速で回遊する。体は、細い流線型で、通常2.5メートル程度。第一背びれが小さく、第二背びれの後端が長く伸び、 鎌型の長い胸びれを持つことが特徴である。背面は金属光沢のある肺褐色で、腹面は白い。皮膚は非常に滑らかに見え、ここから英名シルキーシャークが付けられた。高速で粘り強い捕食者で、主に甲骨魚や糖足類を食べる。連携して小魚の群れを襲うことや、鉱物であるマグロを追って長距離を移動することがある。 体制で年中繁殖し、メスは1から2年ごとに16匹までの子を産む。幼体は大陸方の岩礁で成長した後、外洋へ出ていく。大きさと葉の形状から、人に対して潜在的に危険だと考えられるが、外洋性のために遭遇する機会は少ない。個体数が多いことからフカヒレなどを目的に大量に漁獲され、マグロ漁による根格数も多い。個体数は、 急激に減少しており、IUCN は、保全状況を純絶滅危惧としている。ドイツの生物学者、ヨハネス・ペーター・ミューラーとヤーコップ・ヘンデによる1839年の、著作シスタマティッシュ・ベシュレイ・ワング・ダ・プラジェスタマンにおいて、カーカー・イアス・プライナドン・ファルセフォーミスの名で記載された。その後本種は、カー・アキーネス属に移された。 ミュラーとヘンレがキューバから得られた53センチメートルの胎児をタイプ標本に用いたため生態は長年にわたって別の種として扱われ1943年にはヘンリー・ビグロー・ウィリアム・シュローダー・スチュワート・スプリンガーによってカーキネス・フローラ・ダニスとして記載文が発表された1964年にジャック・ギャリック・リチャード・バカス・ロバート・ギップス・ジュニアによって シーフローラダニスは、シーファルセフォーミスのシノニムとされた。種小名ファルセフォーミスは、ラテン語で鎌型を意味し、背びれと胸びれの形にちなんだものである。英名シルキーシャークは、小さく密な皮刃によって、他のサメより、皮膚の質感が繊細であることに由来する。他の英名として、ブラックスポットシャーク、通常はおさすグレーリーフシャーク、通常は、 オグロメジロザメを刺すグレーホエラーシャーク、オリーブシャーク、リーフシャーク、リッチバックシャーク、シケルシャーク、シケルシルクシャーク、シケル、シェイプットシャーク、シルクシャーク、シルキーホエラーがある。ノースカロライナ州の2個体のヒゲクジラの近く、一つは、高深夜寒深よ、約1万2千年前のデーガン、もう一つは、グースクリークの後期先進よ、約3500万年前の石灰岩と、 フンゴ川の中心を2300から530万年前の層、イタリアトスカーナ州のカバセルギ採石場の先進与の地層から歯の化石が発見されている。さらに、滑らかな歯を持った本種の系統の古い代表種であるカーキニス・エロンゲイタスが、前進を3400から2300万年前のバージニア州のオールド・チャーチ層。 サウスカロライナ州のアッシュレイ層からられており、記載が不十分ではあるが、エジプトの指針よ、五千六百から三千四百万年、前の層からも、この種に似た、人揃いの葉が知られている。初期の形態系統解析ではと禁煙だとされ、1988年には、花黒ザメ、つまぐ黒ヘリメジロザメ、長花メジロザメと、共にトランジシャネルグループと命名された群に、含められた。 1992年の分子系統解析では、ペレスメジロザメガラーパゴスザメ汚れドタブカヨシキリザメを含むクレードの姉妹群に位置付けられた。2012年の包括的な解析結果では、これと異なる系統樹が描かれているが、ヨシキリザメと近縁であることについては一貫した結果が得られている。半アリシュであり、水温摂氏23度以上の海域で見られる。 大西洋では、北限は、マサチューセッツ州スペイン。南限は、ブラジル南部アンゴラ北部。地中海、メキシコ湾、カリブ海にも分布する。インド洋では、南限は、モザンビーク西オーストラリアで、航海、ペルシャ湾でも見られる。太平洋では、北限は、中国南部、日本バハカリフォルニア南部、カリフォルニア湾。南限は、シドニーニュージーランド北部チリ北部。 生活史の際から、北西大西洋、西部、中央太平洋、東部太平洋、インド洋の4つの個体群が識別される。主に外洋性で、最深で500メートル以上潜る。可能性はあるが、海面から震度200メートルまででよく見られる。東部太平洋とメキシコ湾北部でのデータロガーによる調査では、99%の時間を海面から震度50メートルまで。 80-85%の時間を水温26摂氏30度の場所で過ごしていた。このパターンは昼夜を問わず見られた。大陸方の縁を好み、深い岩礁の上や島の周辺でよく見られる。分布域は外洋よりも大陸の縁に沿って長く南北に伸びる。稀に水深18メートル程度の浅い沿岸に出没することもある。移動性が高く下流を行うが、 その詳細はあまりわかっていない。データロガーによる調査では、1日に 60km 調査期間中の総計で最大 1339km を移動した。大型個体は小型個体より長距離を移動する。少なくとも太平洋では夏には少し高緯度に移動し、特にエルニーニョによる断水海が存在する場合は顕著である。北、太西洋では ほとんどの個体がアメリカ合衆国先海岸に沿ってメキシコ湾流に乗って北に移動する。アデン湾では移動は晩春から夏に起こる。体は細く重線型、糞は丸く、かなり長い。鼻孔の前鼻弁はあまり発達しない。目は中程度の大きさで丸く、窓か膜を備える。口角の唇しびらは短く浅い。片側の歯列は 上あごで十四十六、下あごで十三十七、典型的には、両額ともに十五である。上あご場は三角形で、強い挙子を持ち、公園には、凹みがある。中央の葉は直立するが、広角に近づくほど傾く。下あご場は細く直立し、円は滑らかである。得られつは5体で中程度の長さ。背びれと胸びれは独特で、本種を同定する助けとなる。 第一背びれは、比較的、小さく、高さは、個体の全長の1、10に満たず、胸びれの後端より、後ろから起死する。先端は丸く、後円は、S 字、有利した後端の長さは高さの半分程度。第二背びれは微小で、尻びれより小さく、ヒレの高さの3倍、近い、長い有利端を持つ。背びれの間には、細い隆起線が走る。 胸びれは細く鎌型で、生体では特に長い。尻びれは第二背びれの少し前より騎死し、後縁は深く凹む。尾ひれはかなり高く、下場はよく発達する。皮膚は細かく重なり合った皮場に密に覆われる。各皮場はひし形で、前縁から後縁まで水平流気線を持つ。線の数は個体の成長とともに増える。背面は、 金属光沢のある金褐色から暗灰色。覆面は白で、体側にはかすかな淡い帯が伸びる。第一背びれ以外のヒレは先端が黒くなり若い個体では特に顕著である。体色は死後に急速に薄れ鈍い灰色となる。メジロザメ族内では大型で通常は2.5メートル程度だが最長で3.5メートル。 最重で3 4 6キログラムの記録がある。メスはオスより大きくなる。個体数は数千万と見積もられ、世界の大型海洋生物の中で最も個体数が多いものの一つだと推定される。ヨシキリザメ汚れとともに外洋で最もよく見られるサメの一つでもある。他の2種と比べ、本種は厳密に外洋性というわけではなく、 真の外洋よりも餌が容易に得られる陸地に近い沖合に最も多い傾向がある。活動的で好奇心が強く攻撃的な捕食者である。だが、餌をめぐる争いでは本種より泳ぎが遅いがより攻撃的である汚れにはかなわない。興味あるものに近づいた場合、本種は頭を振りながらゆっくりとその周りを旋回するが周囲の状況が変化した場合は 非常に早く応答する。流木や部位などの浮遊物の周辺でよく見られる。若い個体はおそらく身を守るため、ゆるく大きな群れを作ることが知られる。海遊中には千匹を超える個体が集合することがある。これらの群れは個体サイズごとに分かれており、太平洋ではおそらく性別によっても分離している。群れの内部では互いに体を斜めにして、体側を見せつけ合う。 口やエラを広げる、などの行動が観察されている。時折、突如垂直に浮上し、水面に達する直前に、方向転換して戻っていくという行動も見られる。これらの行動の意義は明らかではない。脅威にさらされると威嚇行動を行う。背を弓なりに曲げ、音と胸びれを下ろして、頭を持ち上げた姿勢をとり、こわばった動きで体側を相手に向けながら、小さなルーを描いて泳ぐ。 大型のサメやシャチが潜在的な捕食者として挙げられる。寄生虫として、ウミクワ型類のナシアトライマキアラタ、カイアシ類のクローリーナコーテゼンシス、常虫のディチリンカスバイウンセンタスフィリバトリアム、族の一種などがある。頻繁にアカシモクザメとの混群を作り、また、怪獣についていくことも知られている。航海でのある記録では、25匹の本種に加え、 25匹のオグロメジロウザメ、1匹のツマジロが、ハンドウイル家族の大きなポットに追従していた。本種自体に追従する魚類として、サメの前方の圧力波に乗る、ブリモドキの容体や、餌の断片を拾ったり体をこすりつけて寄生虫を落としたりするアジカ魚類などがある。日寄り的な捕食者である。餌は主に有塩性から、低性の甲骨魚で、 マグロサバイワシボラハタフエダイカ、ムロアジ族、イスズミカ、ハマギギカ、ウナギハダカイワシカワハギカ、ウガラカワハギカ、ハリセンボンが含まれる。イカカイダコワタリガニカなども食べる可能性があり、化石記録からは、クジラの死骸を漁ることも推測される。複数個体が連携して、効率よく狩りをすることも知られる。その一例として、太平洋で、小魚の群れを取り囲んで密な塊とし、 ベートボール、これを水面に追い詰めて、群れ全体を捕食することが録されている。捕食時には、その塊に突入し、顎を開いたまま通り抜けて、顎の端で獲物を引っ掛ける。複数個体が一度に突入することはあるが、各攻撃は独立して行われる。フロリダとバハマでの研究から、本種は音。 特に 1020Hz の低周波音や不規則なパルスに敏感であることが示された。実験では、これらの音は数百メートルの距離から本種を引き寄せた。この音はとりあえず、が獲物を捕食するときの音に似ており、自然下では獲物の存在を意味するものと考えられる。これらの研究では、 音の振幅や特性が変化した場合、それが別の捕食者によるものであるかどうかに関わりなく、本種は反転して離れていくことも示された。繰り返し音の変化に暴露することで循環を起こして近づいてくるようになるが、より大胆な汚れと比べ、これにかかる時間は長い。光合力は2メートルの個体で 890N と測定されている。本種はマグロに強く引き寄せられる。 ガーナではほぼすべてのマグロの群れが後方に本種を伴っており、東、太平洋では捕らえたマグロやその漁具を破壊するため、漁業者からネット、イーティングシャークと呼ばれる。本種とハンドウイルカが同じ群れを獲物として競合することがあり、イルカが食べられる分は本種が食べる分だけ減少する。サメの数が多い場合、イルカは群れの変縁に止まり、 サメの捕食行動による偶発的な障害を避ける傾向にある。逆にイルカが十分に多い場合、獲物の群れから本種は追い払われる。どちらが勝利したかにかかわらず、この二種の捕食者はお互いに対して明白な攻撃行動に及ぶことはない。他のメジロザメ類同様に体勢で卵黄を使い果たした大児は卵黄王の王を大盤に転換する。他の体勢のサメと比較し、 本州の胎盤は哺乳類のものとの共通点が少なく、胎児と母体の組織が相互に看合していない。さらに、哺乳類とは逆に、胎児の方が母体より赤血球が小さい。生態メスは右側の卵巣と左右の子宮が機能し、子宮内は肺が一個ずつ収められる区画に分かれている。ほとんどの場所では年中繁殖すると見られるが、 メキシコンでは交尾と出産は晩春箇所か初夏5から8月に起こる。だが、データのバイアスによって繁殖に見かけ上の季節性が見られているだけであ、可能性もある。妊娠期間は12ヶ月で、毎年、または2年ごとに繁殖する。産子数は1から16、典型的には6から12で、母体の大きさにつれて増加する。大型の外洋サメを避けられることと、 十分な餌が得られることから、大陸方外縁の岩礁を、妖体の生育場として用いる。捕食の危険性を減らすため妖体の成長は早く、初年度には25から30センチメートル成長する。数ヶ月後、メキシコ湾では、最初の冬には生育場を離れて外洋に移動する。生活史の詳細は地域により異なる、共山省。北西大西洋では、中部、 西部太平洋より大きく、東部太平洋では他の地域より小さい傾向がある。東部大西洋とインド洋では北西大西洋より大きいようだが調査個体数が少ないためさらなるデータが必要である。全体的な成長速度で見れば、本種は他のサメと同程度で、死有の成長速度も似ている。だが、個体差はかなり大きい。 中部太平洋での調査では、メスはオスより成長が遅いとされたが、このデータには大型のメスが含まれていないため結果が不正確となっているかもしれない。報告された中で、最も成長が早いのはメキシコ湾北部、最も遅いのは台湾北東部である。オスは6から10歳、メスは7から12歳で、生成熟する。温帯域の個体は熱帯域の個体より成長。 生成塾が遅い。寿命は最低でも22年。その大きさと葉の形から潜在的に危険だと考えられているが、外洋性であるため人と接触することは少ない。好奇心が強く大胆であるためダイバーに繰り返し、近づき、餌の存在下では危険なほど興奮する。外洋よりも岩礁域での遭遇ではより攻撃的になる傾向がある。 各個体が持続的にダイバーに圧力をかけ、最終的に水中から追い出したケースもある。2009年の国際サメ被害目録は6件の攻撃を記録しており、そのうち3件が非常発令で死亡例はない。メキシコグアテマラエルサルバドルコスタリカ、米国、エクアドルスペインポルトガルスリランカモルディブイエメン、コートジボワールで行われる。 複数種のサメを対象とした、商業漁業、地域漁業で大量に漁獲されている。さらに、これより多数が、分布域全域でのマグロハエナは、巻き網で混獲され、漁群収集装置、ファドが用いられた場合は、特に多い。東、太平洋とメキシコ湾では最も混獲される量の多いサメで、全世界でも、ヨシキリザメに次いで2番目である。ヒレは、 フカヒレの材料とされ、ヒレの実を切り取って、体は、海上で捨てるフィニングも行われ。ヒレは、年間50から150万個体が取引されていると、見られる。香港のフカヒレ市場では二の3番目に多い種で、全世界では、取引量の半分以上を占めている。肉は生、干物、塩漬けで販売され、サメ皮、缶油も利用される。また、熱帯で、骨董品として、 観光客に販売されるサメのあの標本の主な供給源ともなっている。遊漁者にも捕獲される。地球上で最も豊富で分布域の広いサメとして、漁獲による死亡率の高さにもかかわらず、一時は乱獲に耐性があると考えられていた。1989年だけで90万個体が太平洋南部、中部でのマグロハイガワ漁によって混獲されたが、一見して、 個体数には影響はないように見える。本種の漁獲データは種レベルでの混同や疑問のある同定による過小報告によって混乱したものとなっている。それでも本種の繁殖力はそれほど高くないためこのレベルの乱獲には耐えられず、実際には全世界で減少していることを示す多数の証拠がある。FAO による 全世界での年間漁獲量は2000年の11,680トンから2004年には4,358トンに減少している。地域的にも傾向は同じで、中部太平洋では1950年代 -1990 年代で90%、コスタリカでは1991の2000年で60%、 メキシコ案では1950年代 -1990 年代で91%、北西大西洋では他の大型メジロザメを含め1950年代 -1990 年代で85%減少したと見られている。スリランカでは1994年の25,400トンをピークとして2006年には1960トンに減少したと報告されており、 資源が枯渇したと見られる。対照的に太平洋とインド洋での日本の漁業では1970年代マイマス1990年代の間で変化は見られず、メキシコ湾と北西大西洋の資源量評価に用いた方法論の妥当性について多くの議論がある。最新の知見から2007年に IUCN は本種の 全世界での保全状況を軽度懸念から、純絶滅危惧に変更した。大西博南西部、インド洋、太平洋中西部では、同じく純絶滅危惧、太平洋中東部、南東部、大西洋北西部、中西部では、気球種とされている。海洋法に関する国際連合条約では、高度海洋制御種として付属書愛に載せられているが、特別な保護政策は取られていない。 多くの国家や超国家的機関により進められている、フィニング禁止活動は、本種の保護につながる。大西洋マグロ類保存国際委員会、ICCAT や、全米熱帯マグロ類委員会、IATTC のような機関も、サメの根核を減らすことを最終目標とした、漁業監視の改善措置を講じている。だが、マグロを追って、広範囲を回遊する修正から、 水産活動に影響を与えずに混濁を減らすのは容易ではないと考えられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。